皆さん、こんにちは、大地です。お元気してますかとか言って、僕はあんまり元気じゃないんですけど。<laughs> まあ、えー、次の本書いたりなんだりで忙しくて。で、もともとね、こう思考がネガティブなタイプで、なんか、えー、ダメなとことかできてないとことかね、こう探すのが得意で。 えー、それでね過去にはだいぶ苦しくなったりしてたんですけど、えー、忙しくなったりその中でねちょっと体調落ちてきたりうまくいかないことが出てくるとまたこうねネガティブな思考が昔に比べるとねだいぶ出なくなったんですけどでも出てきちゃうことあるんだよねやっぱり俺ダメだなとかいけてないなとかこんなことやっても意味あんのかなとかねで自分がねネガティブなね思考をね に囚われてるというかねなんかそういうのをねこう頭の中で唱えてることに気がついたら「と思った」ってくっつけてみるっていう方法があるんですよね。えー「と思った」とか、えー「と思ったことに気がついた」とかっていうとちょっと自分を観察するじゃないですかこうね。なんか「ああダメだ」と思ったとかね「ああダメだ」と思ってることに気がついたとかね。 <laughs> うん、でちょっとこう冷静になる。でまあとはいえここまで進んだとかねあとはいえここはできてる <laughs> ということにも気がついたのがいてこうこれねあのアクセプタンスコミットメントセラピーの人たちなんかがねフュージョンするなってこうまあザなとか一体化しちゃうなってことですけど何かっていうとね思考と自分自身をねごちゃ混ぜにしない思考と自分は。うん 別の存在ですとで思考はね勝手に浮かんでくるねあの過去学んだことのパターンの中からね何かをいろいろと喋ってきちゃうわけなんですけどそれは別に真実なわけでもないからねなんか俺は駄目だとか思っ,てもと思ってるとかね <laughs> 俺はダメだ <laughs> と思考が言ってるとかねであのこういうふうに 自分思考と自分とは別ですとでと思ったとかをと思ったことに気が付いているっ、ね、<laughs> 言いながらで少しね俯瞰をしながらこの、えー、自分の思考に巻き込まれたりね自分の感情に巻き込まれたりせずにあの淡々と <laughs> 進んでいくと、えー、周りの環境もね変化していくし行動しとくって。 ね、ち続けると、あの状況も好転したりしていきますので、ぜひ、皆さんも何かネガティブな <laughs> え思考とかね、えー、が出てきたことに気がついたら、と思った <laughs> とかね、言いながら、で少しこう、体もね、後ろに引いてみたりすると、少し冷静になるかもしれませんから、いろいろ試しながら進んでいきましょう。ということです、それではまた、バイバイ。